仏教伝来は6世紀頃と言われています。当初日本に伝わった仏教はその対応をめぐり受け入れるか否かで2つに分かれます。受容派と廃仏派です。受容派の蘇我氏と廃仏派の物の部氏の間で抗争が起きますが、勝利したのは蘇我氏。仏教は日本に入ってきました。この時の仏教ですが、蘇我氏が採用し政権に利用しました。国家仏教となったのでした。庶民には全く関係のない話です。日本仏教の基礎を固めたのは蘇我氏の血を引く聖徳太子。聖徳太子は多くの政治改革を行った政治家ですが、仏教者の面もあります。それも真面目な仏教者、純粋な仏教者。私は聖徳太子は政治家で仏教者でもあるとは考えていません。私は聖徳太子は仏教者、役割があるので政治家としての使命を果たしたと考えています。要は元来聖徳太子は仏教者であると考えています。仏教の本質は庶民救済、弱者救済。その本質を当然聖徳太子は理解しているのでしょう。しかし実際の状況で国家仏教のまま聖徳太子の願いは後世に託されたのだと思います。その後奈良時代になると仏教は南都六宗と呼ばれる6つの宗派が代表的なものとなりました。この南都六宗は学問仏教で、それを学ぶことによってエリートになれ立身出世できる手段となりました。もうこれはとても本来の仏教ではないと思います。日本仏教に転機をもたらしたのは最澄と空海。最澄と空海が真の仏を表し民を救済しました。ではこの時から民衆仏教となったのかというと、そうとも言えないと思います。最澄と空海も朝廷の庇護のもとです。まだ国家仏教です。私は仏教が民衆のものになったのは法然の人力と考えています。実際法然の教えは民衆の間にとても広まりました。法然の教えは民衆にどんどん広まり、それを危機に感じた朝廷は法然を弾圧します。権威の法難です。最澄と空海は朝廷の庇護こそ受け弾圧はされていません。ここに民衆仏教は誕生したと考えています。日蓮は鎌倉幕府に対して日本の国家の在り方を説いた自著立正安国論を提出。日蓮は仏教者であり政治家でもあるのかと思わせます。これまで仏教は国家に利用され続けましたが、日蓮は仏教、法華経なんですけども、この仏教をもとに国家運営をすれば国家は安泰と説きました。法華経をもとにしろというふうに説きました。やはり日蓮の登場は特筆すべきです。江戸時代檀家制度により、寺院は葬儀法要などによって商売繁盛となりました。仏教が葬式仏教になった瞬間です。仏教伝来からの高僧、瞑想、そして聖徳太子、最澄、空海、法然、日蓮はそのことをどう思うのでしょうか。仏教伝来からの歴史でした。